スリアルチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。本日は4人1組の団体戦の学生麻雀大会、麻雀王国杯学生麻雀甲子園を開催いたします。123チーム538名が参加した全国の予選を突破し、本日行われました準決勝を勝ち抜いた4チームによる決勝戦を行い、学生最強チームが決定いたします。本日実況を務めます日向英子です。よろしくお願いいたします。さあ、本日の解説には最高位戦日本プロ麻雀協会より河野直哉プロ、天保井戸どっこさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、というわけで始まります。若いエネルギーがもうすごい私感じてるんですけれども、ね、今会場中にね、いらっしゃるんでピチピチですね。いや、ピチピチ若い、肌がみんな綺麗です。疲れがないですよね。そうですね、疲れてますもんね。だいたい平成も生まれと言っても過言ではないです。いや、だいたい平成、だいたいというか 100% ですか？あらやだ、私昭和です。私も昭和です。僕は平成です。さあ、こんな3人で今日お届けするんですけれども、今回の決勝戦、なんと先日実写化も発表されました人気アニメ「サキ」にちなんで10万点を持ち込む引き継ぎ団体戦ということなんですけれども、今回このルールどうやって戦うのがいいんですかね。でもこれは天保井から。あ、聞きましょう。ドコさん、このルール10万点引き継ぎます、どうですか。まず、まあみんなそうだと思うんですけど、多分やったことないんですよね。河野さんあります？いや、ないですね。そうですよね。やろうとは思ってます。いつでもチャレンジする。いや、チャレンジする気持ちはあります。あるんですね。来年ここに出る。来年出るから。でも学生じゃないから。いや、なってるかもしれない。平成じゃないし。そうね。言ってもね、おっさんですから、ね、そうですよ。この先ルール、どこさんならどう戦いますか。まあ、基本的にポイントになるのが2つあると思っていて、はい、まず1つは、まあ、普通の麻雀って1人がトーン1局からオーラスまで戦うっていうルールだと思うんですけれども、今回は10万点を持って4人がじゃトーン1局から何4局までやって、で人が入れ替わってっていうのを4回やって、そこで初めて結果が出るっていうのが1つポイントになるのかなと、はい、もう自分がその回トップを取るってイメージよりも、こう後の選手が戦いやすくするイメージをずっと持ち続けた方がいいってことですか。そうですね、まあ、あとはその局数がかなり多いので、はい、例えばその仕掛けてそのさばきに行く局面の価値が普通のマージャンとちょっと変わってきたりとか、そういう部分が、まあ、少しルールならではの部分が出てくるのかなっていう気がします、ね、でもそんなならではの部分は河野さんがたくさん今日は任せてください。そういうところをこうね、喋るのがね、やっぱ得意なんで。ただ、ね、面白いルールではあると思います。本当にそうですね、普段やったことないですし、まあ、皆さん もう練習はしてきたかもと思いますが、まあ、実際やってみるのとは全然本番は違うと思うので、また今日はね、生放送で全てお届けするので、うん、そこでまた緊張感といいますか。いや、絶対緊張はね、しますよ ね僕たちですらまだね、はい、すると思うので、ちょっとそんな若い選手たち早くもね、ちょっと気になるんですけれども、うん、今日のシステムとルールをまずご説明いたしましょう。ルール画面の方出ますでしょうか。さあ、本日はトンナン戦で争われます。各チーム4名が10万点を引き継ぎます。順位点はありません。クイタン後付け、一発裏ドラがあります。赤ドラが入っています。ワンズクリコーズの5に各1枚ずつ計3枚です。親はテンパイレンちゃんです。オーラスの親はトップに限り上がりやめ、テンパイやめがすることができます。箱割り終了ございません。途中流局があります。すべて親のレンちゃんです。先方、地方、副賞は60分の打ち切りなんですが、対象は時間制限がございません。このようなルールで本日は1人3ハンチャン、計4人で計12ハンチャン打ちまして、上位4名がこれから行われる決勝戦を戦うということですね、まあ、詳しいルールはまた後ほど細かくお知らせしたいと思うんですけれども、このようなルール、最後のね、上がりやめ、テンパイやめがあるところもまた大事ですよね。そうですね、そこがすごい大事になってくると思うんで、対象戦、まあペイちゃんを引いたら有利とかね、はい、またいろいろと出てくるかもしれないんですけども、まあ楽しみに最後まで見ていきながら僕たちも解説させていただければと思います、ね、はい、今日はだいぶフレッシュな、そうですね、若い打ち手たちが、こっちもフレッシュなはずなんですけどね。なんですよね、なんか年を感じ年を感じますよね、私たちここに金があるということですかね。一応いや、正直こうじゃないですか、もう、あ、こう若者たちと私たちっていう感じですけど、確かにそうですね、はい、それではもう早速うん、早速お呼びしましょうか、はい、まずは A 会場予選1位でした電通大学の万年6段アット電通大さんです。はい、こちらどうぞ。さあ、はい、来ました。それではまず皆さん、お名前を一人ずつ教えてください。はい、先方の石川亮です。あれどっかで聞いたことある名前が。プロゴルファーの同じ人ですか。いや、じゃあちょっと違います。まあ、よく言われます。ゴルフやられるんですか。いや、ゴルフはやったことない。やったことない。やってやるもんかと、はい、みんな言
して、あ、時報の吉田凛太郎です。吉田さん、はい。副将の奥田優雅です。はい、奥田さん。大将の田村雄一です。はい、田村さんといったこの4人のチーム、まずはですね、ここまで戦ってきてどうでした？この決勝までの戦い方というか、もう余裕でしたか？いや、まあそうですね、こう、いやいやいや、違いますよ、余裕でよかった。さすが石川遼。調子のいい人がこう勝って、調子のそこまで良くない人が降りるっていうような、こう自分たちのこう調子のいい時に稼ぐっていう風にやってきたので、バランスよくうまくできたってことですね。はい、はい、このチーム名は誰が考えたんですか？万年六段。あ、自分です。どうされました？まあ、結成当時、天皇の代なんです。なんか元気、まだ元気ないですか？普段からそのテンション結構疲れてます今。疲れてますか？普段打ってるのが、これは万年六段ということは、まあ、天皇ですね。天皇といえば僕です。映ってません。映ってません。天皇はやっぱり戦い厳しいですか？まあ、そうですね。うん、みんな当時6段で。そうです。まあ今は全員その時6段だったから万年6段っていう名前になった。今はちなみにどうですか？今まあ、そこの彼が。今は5段で。いや、はい。でもなんか、ね、まあ、先輩、この前7段になりました。おお、すごいですね。晴れて平均6段みたいな。結果、雨平均6ですね。確かに面白い。では、どなたか意気込みをお願いします。いいですか？まあ、この中多分、まあ、特上民とか多分僕たちくらいしかいないと思うんですけど、豊田区民全員ぶっ潰すかんな。急に、急になんか頑張ってキャラ変えてきた感じだけど。はい、では頑張ってください。ありがとうございます。はい、どうぞこちら。さあ、続きまして、予選の B 会場1位通過はこの方々でしたね。名城大学のチームレジェンドさんです。こちらどうぞ。はい、さあ、ではまずお名前をお願いします。先方の渡辺芳人です。はい、渡辺さん。地方の浅岡亮介です。浅岡さん。はい、副将の東川圭司です。はい、東川さん。大将の富田智明です。はい、富田さんということで、またなんかイメージ違う4人。爽やかなね。マージャン以外のなんかスポーツも得意そうなような。アメフトやってますみたいな。完全にですか、ね、あ、ではまずはこのチームレジェンドってなかなか自分たちのことレジェンドっていうことがあんま、なんでしょう、度胸あるというか。大丈夫ですか？どなたがこの名前つけちゃったんですか？はい、いや、そんなことないんですけど、もう周りの友達がもうそうやってずっと言ってくるんで、なんか言われるんですよね。強いって周りから思われてると思うんですか？多分強いとかじゃなくて、違うんですけど、なんか強いとかじゃなくて、レジェンド集がするってことですか？僕もいまいち分かんないですけど、まあそれがネタになったらいいかなと思って、あ、チーム名にしました。でもここでね、ちゃんと決勝に勝ち上がってくる、やはりレジェンド。一番強いのは、いや、どうぞ大将の彼だけはレジェンド。レジェンド。なるほど。俺が聞いてるからチームレジェンド。なるほど。これで3人ご意見ちゃんとあります？大丈夫ですか？ないですね。もうレジェンドの引きみたいなもんなんで、僕ら仲はいいんですか？仲悪いです。仲良くないですか？昨日泣いちゃった子が。泣いちゃった？いじめられて、ちょっと説教しすぎて泣いちゃったんですよね。それはあの麻雀のことで、はい、絶対麻雀頑張れよとか言って言い続けたらちょっと泣いちゃって、さすがに申し訳ないなと思って。今日ご両親も見てるかもしれないけど、息子さんちょっと昨日泣いちゃったみたいなんで、今日は笑顔で寝かれるといいんですけれども。結構厳しいんですか、大将？いや、もう毒舌満点で、まあこれがレジェンドたるゆえかもしれない。そんなことない、みんな大げさなんですよね。なんでしょう。予選でもうラス引いた時とか土下座しましたからね。レジェンド怖い。怖い、本当に怖い。そんなことない、もう大げさなんですよ。ちょっと話持ってるんで。持ってないです。ちょっと先ほどよりも仲悪いかもしれない。そのおかげで決勝に残れたんですね。スパルタのおかげで。ちょっとね、目の輝きがあんまりないんですよ。でもまあこの後決勝戦なんで、ぜひ怒られないようにね、他の選手も頑張っていただきたいんですが、意気込みはどなたか、大将ですかね、これね。大将です。ですよね。はい、意気込みお願いします。まあこの大会でもみんなにそうやってレジェンドと言われるように頑張りたいです。はい、じゃあレジェンド頑張ってください。ありがとうございます。はい、こちらどうぞ。
によって内情あるんですね。内情ありますね。はい、さあ続きまして A 会場予選2位で通過したのは東北大学のチーム鳳凰さんです。こちらどうぞ。はい、さあ来ましたチーム鳳凰さん、まずお名前教えてください。先方の川村ひゆきです。はい、川村さん。地方の香取雄一です。香取さん。副将の三浦康介です。三浦さん。大将の高久祐希です。高久さん、はい、またね、本当に個性がありますね、チームによってね。チーム鳳凰、まあ、麻雀にちなんでこのお名前にしたんですかね。そうです。風ですか。風じゃないちょっとジャンルが落ちちゃって、これそういうなんか先っぽいあれがあるんですねやっぱキャラ設定ってちょっと大事かな。キャラ設定、ちなみに得意技とかもあるんですか。得意技、クソ泣きですまず予想クソ泣き気になりますね。他の3名の方々はどうですか。どうですか個性を大事にしてらっしゃるのは一人だけですか。先方の河村さんだけですか。俺は彼とは違って面前派です。高尚な面前派。じゃあ今日は面前派。俺も高尚な面前派なんで。はい、今2対1です。はい、他はハイブリッド型なんでハイブリッド派って何ですか。どんなですか。エコ運転が得意ってことですか。クソみたいな面前派ってことなんですか。なんでクソつけたんですか。あ、なるほど。じゃあ全員揃ってクソってことですか。ハイブリッド系ってことですね、全員がね。はい。普段こちらのチームは先ほどよりなんか仲良さそうですけれども、普段から仲いいんですか。まあまあ、じゃあ打つときはすこあ、とりあえず仲良くしてるんですか。マージャン、こいつは強いよって皆さんお勧めする選手どなたですか。いや、俺ですかね。自分で言ったね、今ね。あ、さすがに。やっぱりどのチームも大将にこう強い選手を持ってくる。そりゃ大将は最後ね、やっぱり時間の時期もないですし、はい、もう大将に任せるって気持ちでやるんで、まあ大将強くなきゃね。なるほど。やっぱダメですよね、団体戦ですからね。ここまでの戦いどうでした。安定してましたか。そうですかね。まあ、なんかトップを稼ぐ人とこう0ポイントぐらい、0ポイントぐらいもう本当、ヨーロッパにラス回避する。なるほど、でもラス回避大事ですもんね。大事ですね、そこら辺はもううちの天保が今までのご飯はラスを回避してじゃあそんな戦いぶりも4選手で全員麻雀のバランス違いそうなので楽しみですね。楽しみですね。はい、じゃあどなたか意気込みをお願いします。自分たちチーム鳳って名前なんですけど、ネットマージャンの天鳳を一応全員鳳凰瓶なんで、その素晴らしい、そこから来てるんですね。そこから来てるん で一応万年6なんてチームがあるんですけど急になんか気持ちになりました。やっぱり鳳凰瓶としてやっぱ万年6に負けられないと思って。電通大学聞いてますか。はい、1位取れない。なるほど、予選は負けちゃったけど、この決勝は、まあ、勝たせてあげた。勝たせてあげた。まあ可愛いでマスを食べきるんですバチバチだね。東北大学結構来ますね。ちなみにドッポさんは皆様から見たら神みたいな存在ですか。それは素晴らしい。神みたいな。ちなみにあの私たちの方ってご存知ですか。まあそれは知ってます。おいマスク聞いてる。聞いてます。知らない。覚えて帰ってください、ね。ぜひ。ちょっと涙出てきて。私たち頑張らなきゃいけないですね。はい。よかったドッポさんがいてくれて。よかった今日来て。ね、さあでは今日一日頑張ってください。ありがとうございます。だいぶ叩いていきましたね。やっぱそれぐらいじゃないですか。さあ続きまして B 会場予選2位で通過した名古屋大学のヌマージャンチームさんです。こちらどうぞ。さあ来ました、名古屋大学の皆さん、まずはお名前をお願いします。はい、先方の中村雅也です。よろしくお願いします。はい、中村さん。地方の細井純平です。細井さん。はい、副将の北川洋蔵です。お願いします。はい、北川さん。大将の辰田渉です。よろしくお願いします。はい、辰田さん。ということで名古屋大学2位通過。一番今までの真面目そうですよね。なんかね、どうでした、今までの3チームのお話聞いてて。いけそうだなと思いました。怖い。なんかすごいネガティブっぽい 4名なんですけれども、これから決勝戦始まりますけれども、お気持ち準備できました。
まあ2年連続なんでなんとか。そうですよね。はい、でもどうですか、去年の戦いもまあ見たとして、どう今回なんか対策っていうのじゃあるんですか。対策って、ね、いやまあ緊張しちゃうんで、まあ、なんかいやミスもするんですけど、そこをなんか温かい目で見守ってます。皆さん今日は一日温かい目で見ましょう。一番この中で強いぞって方。やっぱり大将なんですね。やっぱ大将ですよね。大将どうですか、皆さん強いっておっしゃってますけど。どうなんですかね。いやでも、うん、まあそうなるんじゃないですかね。どんな戦いをしようっていうビジョンはあるんですか。やっぱりちょっと去年はオーラスでまくられて2位だったので、うん、はい、ちょっと悔しかったので、そうですね、やっぱりトップで帰りたいと思います。秘めたる闘志は一番っぽい ね、でも表面に全く出ていない。大丈夫ですか皆さん、普段からこれぐらいのテンションなんですか。まあ、まあそんな感じで。麻雀が一番大好きですか。そうでもないですねこれ。でもこの後あの熱い戦い始まるんで、どなたが意気込みを強めで、はい、はい、お、大将。ですね、チームレジェンドとは実はちょっと私的な知り合いなんですけど、あ、お友達。一切触れられなくて、多分緊張しててすごいなんかガチガチだって。もうこっちも緊張してるけど、まあ相当なんですけど、まあ2年目なんでやっぱり、はい、ちょっとあと。あの副賞は北川さんと東川さんで、ちょっと北川と東川対決っていうのを勝手に考えて、トーク対決を勝手にやるので、ぜひ見てください。今年こそ絶対優勝したいと思います。はい、じゃあ優勝目指して頑張ってください。ありがとうございます。いやすごいですね、やっぱ各チームと大学によって個性っていうかキャラクターというかカラーが違いますね。まあでもみんなやっぱ若いなって思いますね。なんか昔の自分を見てるようだなと思いました。まだ20代なのにもうおじいちゃんみたいな。いやもう本当に自分がおじいちゃんだなと思いながらみんなを温かく見てましたね。でも今日一日楽しみですね。楽しみ。ドクさんはやっぱりこう憧れなんですね。皆さんテーマやられてますから。本当今日そのためだけに来たと言っても過言ではないと思うので、今日は一日いい思い出作って、ね、持ち上げられてきたんで、はい、いっぱい褒めてもらいましょう。そうですね。さあそれではこの後対局始まるんですが、その前に少し準備がございます。皆様しばらくお待ちください。皆様大変お待たせいたしました。まもなく対局が始まります。こちら実況室です。河野さん、トポさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。これから先鋒戦始まりますけれども、この10万点を引き継ぐ先スタイル、これ先鋒戦の選手はどんな目標といいますか、どう戦おうかなっていうふうに考えるのが一般的ですか。そうですね、ま、むしろその10万点を引き継ぐっていう特性って、はい、基本的には時報戦以降に出てくるのかなっていう気がするんですよね、うん、はい、なので先鋒に関しては基本的にフラットに自分がトップを取りに行く、素点を稼ぎに行く、はい、でその結果を踏まえて時報以降がじゃあどうそれを組んで戦略立てしていくかっていうところがポイントになるのか。あ、では一番伸び伸びと打てるのがこのじゃないですよね。先鋒戦ということですね、あ、では普段のこの自分のバランススタイルを前面にまず出してくる4人の選手ってことですね、はい、そうですね。近藤さん話聞いてて、この先鋒戦どの選手にまず注目したいってなりました。やっぱりね、あの石川亮君ですね。名前的にもお名前的にもね、字も結構似てましたね。多分ね、そう出ると思うんですけど、はい、天下目で出るかと思うんですけど、うん、火がついてるだけなんですよね。亮の字がね。火がついた石川亮君。そう、お、うまい。より燃えてるってことですね。そう、より燃えてる。まあでも先鋒戦の子たちは本当に今ドップ様言ってますけど、はい、ちょっと気が楽に打った方が、あのいつもの自分の持ち味が出るかなと、うん、まずは本当に緊張しないで打てるかどうかがポイントになってくると思うので、早めにこう麻雀に入る。そう、麻雀に入ってあの自分のやりたい麻雀を打てれば結果はね結構いい方に導くと思うので、まずはそこからもうぜひ見ていきたいですよね、はい、なるほど。さあそれでは皆さん対局準備の方できましたでしょうか。画面切り替わりますか。はい、できてますね。大丈夫です。それでは先鋒戦の対局がスタートです。さあ始まりました。いいですね、あのマスク取るとそうそう、必殺技出せなくなるらしいですね。クソ泣きでしたっけ、必殺技。そうです、クソ泣きです。必殺技クソ泣きのあれは、さあまず席の並び確認しましょう。ちいちゃが中村さん、
なんちゃが渡辺さん、シャーチャが川村さん、ペーチャが石川さんとなっております。トン一曲ドラは Q1 です。お、貫通ができましたよ。シャーがね、4枚あります。皆さんでも手配いいですね。なかなか手配いいですね。うん、でもね、僕とか日向さんは普段競技マージャンを打つことが多いから、はい、やっぱ明かりね、マージャンってなかなかね、解説することもないんで、はい、そうですね、フレッシュな気持ちでやれるんですけど、まあね、今日はもう大先輩がね、いらっしゃるんで、ドッポさんがね、いらっしゃるんでね、はい、まあやりやすくてしょうがない。逆にやりづらくてしょうがない。さあ、早くもここでシャアのね、暗冠を入れました。2つ目のドラがトンです。こちらですね、今2つ目のドラをすぐに持ってきた川村さん。渡辺さんは親ではない、なんちゃですね。そうですね、なので、まあ、面前でリーチを打ってきますよね。役ないですから、これは結構難しいですね。もういいピン切りましたね。でもこのトンがね、すぐに出るかもしれないですよね。どうなんですか。いやでもね、やっぱね、緊張が本当にドラを切らせないっていうのは結構あるんですよね、はい、やっぱり。はい、だからこのトンがなかなか結構長引く可能性あります。あ、これはますますトンが必要になってきましたね。手配的に。そうですね。あ、これは、ね、あ、ここでも出ない。トン普段なら切ってるかもしれないですよね、うん、イーシャンテン局面で。お、ウーマンからポンしていきましたよ。より、渡辺さん、よりトンが、これでもうリーチは打てないので、トン頼りですね。もう一枚のトンは山にまだ眠っている。ただ、まあ、例えば9万だったりとか、ウーピンを引いた時のトイトイ変化もありますね。そうですね、うん、お、チーマンも泣きました。完全のトンバックにしましたね。はい、チーピンとトンのシャンポンです。これも薬杯がトンしか残ってないんですね。白髪中、あ、本当ですね。何もね、2枚見えてますもん ね。 そうですね。マンズの本質がちょっとあるかなぐらいですか。ローマン先打ってますけど。そうですね、切り順がローマンからウーピンなので、結構バックに見えますよ ね。 ただでもこれがね、先方の渡辺さんのスタイルなんでしょうね。うん、まあ、これで逆に他の人はトンはまず打てないですからね。あ、でも逆に言えばトンを持ってなければ攻めやすいっちゃ攻めやすいですよね。そうですね、なのでメリットもデメリットも両方ある仕掛けというふうには言えそうですね。うん、今日ね、あの決勝出場選手のアンケートをいただいてまして、はい、まずこの4センチのチームレジェンドからの渡辺さん、麻雀歴4年、あなたにとって麻雀とはという質問に、はい、女の子みたいなものですと。ごめんなさい、どういうことですか。どういうことですか。いやいや、ドッポさん、ここはもう要は本当愛みたいなもんですよね、はい、愛す、恋をする相手みたいな感じですよね。それか、まあ利用する相手なの。え、どこさんが普段利用してるんですか。あ、転換しました。さすがにやりましたね。トンは打たない。いや、でも素晴らしいバランスですね。しっかり当たり牌と思ってます。これトンを打ち出す方が緊張してないと思いますか。それともこれさすがにもう一択って言っても過言ではないので、まあ、それか手の内、トンがアンコってことですか。そうですね、まあ、ただアンコだとすると切り順がちょっと変なんですよね、うん、あ、じゃあもうほぼほぼ、あー、あー、これは出る、これは仕方ないですね。さあ、トン、ドラ4、ドラ5かな、あ、失礼します、9番もありますね、うん、ドラ5、1万2000スタートとなりましたね。テンパイして上がれる形だとすればトンが当たるんですけど、うーん、ただブラフの可能性もなくはないですよね。はい、ああ、なるほどね、そこを考えてるとしたら、まあでも自分のゲームがね、かなり上がれる手だったんで。そうですね、うん、さあ、トン1局は中村さんが渡辺さんへ1万2000報酬となりました。ちょっと痛いかな。まあでもね、10万点をそのまま引き継いで、あとまあミニマムで31局ですか。まあ、むしろ先方戦だからこそ一番リスクを背負いやすいっていう部分はありますからね。ああ、そうですね。さあ、川村さんが仕掛け始めました。そんな、今度言いそう、渡辺さんが仕掛けた。結構泣きが早いですね。早いですね。現代風ですね。ドッポさん、ドッポさん見てるみたいに。ドッポさん4人いる感じですか。僕は高尚な面前派ですね、どちらかというと。ちょっと何言ってるの、何言ってるの。ちょっとね、ちょっと笑顔しか出せないみたいな感じですけど。ああ、これで。いいシャンプー。さあ、はい。タニアは赤。ですね。もうすでに川村さん2フロー
ドラが言いそうのこの曲、ここでシャアを仕掛けた渡辺さん本一に。すごいですね。はい。イシャンテンです。語順で4フロー。なんでしょう。結構、打つテンポも早いですよね。そうですね。ただでも、まあ、もうトンの2曲ですぐ分かりますよ。渡辺さんは結構泣くタイプなんだなっていうのは結構分かりますよね。今のさっきの4センチを見ても。はい。でも泣けるってこと、声が出るってことはそんなに緊張してないように見えますけどね。さあこれで渡辺さん天敗。ダーロンゾーの天敗にしましたね。うん、カンウソ。やっぱり赤が入ってるっていうのも大きいんですかね。いやでも跳ねまんですよ、もうドラポンしてるんで。ですね。どちらかというと唯一両面手代わりがある受けだからかもしれないですね。チーソー引いてのウッパソー、うん、あるいはファーソー引いてもね、ローソーチーソーの街になりますしね。トイトイまでつきますね、そしたら高めで。あ、そうですね、うん。さあ今のところウーソーはあと2枚ですね。さあすでに場には5つの仕掛けが入っているので、この面前の選手たちもちょっと慎重になりますよね。そうですね。うん、トッポさんは正面からの暴力派っていうコメントがありますよ。どうしました？僕ですか？僕は世界平和ですね、どっちか。願ってるんですか？いやもう自ら進んで世界を平和にしたい。なんでしょう、ご本人の感覚とね、周りの意見がだいぶ異なってる。もう全員分かってないですよね。ドッポさんのこと分かってないと、はい、うん、今日一日で分かるといいですね。確かにそうですね。先は長いですね。パーソーちょっと怖いね。想像の別なんで赤ウーソもこの辺りがバランス感覚よくなって、もう一枚押すかどうか。まあでもまたテンパイね、できそうですもんね、想像引けば。注目の石川君は冷静に降りてますね、今のところ。丁寧ですね、丁寧ですね、うん。ここのあと1枚を行くか行かないかって結構バランス感覚としては重要ですね。今一角ハクポンしないでテンパイ取らなかったですね。でもやっぱりここの曲は受けだと、しっかり自分を守ることを大事に。あ、積もった、積もった。なんかちょっとセクシーにハイを倒しましたね。セクシーにしたね今ね。はい、1万2000ね、6000ホールですよ。色っぽい6000ホールですね。はい、2万色っぽい6000ホールなんて日本語あるんですけど。まあでもセクシーな6000ホールでしたね。さあ渡辺さんが親を続けました、一本場です。ドラガリャンワン。渡辺さんは名城大学からの選手です。チームレジェンドがまあ先鋒戦で大きなリードを取りましたね。そうですね、もう13万点。普段見ないこの表示なので、ちょっと何言ってるんだろうってちょっと一緒思いますよね。もう13万点ってすごいよね。点差の感覚がちょっとおかしくなりますね。ですね、うん、なんでしょう。逆を言えばこう減ったとしても8万点あるんですよ。8万点ありますまだ。って思うとまだまだ全員幸せですね、このルールは。そう、全員幸せですよね。さあ渡辺さんの手がまた伸びていますが、あ、河村さんもワンズが伸びてきました。普段も本一にしてるかもな。さあ石川さんはどうでしょうかね、4統一どう打ってくるか。結構落ち着いてるイメージありますけどね、冷静にね、うん、打ててる場を見てましたよね先ほども。ただまずは1回上がることですね、みんな、うん、1回上がるとだいぶ緊張は胃の糸を解けるんで、まあそこをね、お、これはどう、チートイツに行くんですかね。うん、サントイツなんでどうしますか。うん、あ、これでもドラドラなんですね、渡辺さん。渡辺さんさっきから手がいいな。ですね。ちなみに石川さん。お、これでトイツが増えた。チートイツイシャンテン。何残すか。場にはピンズが安いですか。ピンズが安いですが、ピンズは持ってないという。あ、ここも4トイツになりましたね。はい。ちょっとなんか縦に来ますね。ちなみに石川さんはあなたにとって麻雀とは自分との戦いですって。しかも麻雀歴1年半ですって。すごい。でも1年半ですでに自分との戦い。これだけしっかり受けに回った時に受ける麻雀が打てるっていうのは素晴らしいですね。結構すごいですよね。やはりこう頭がいいのかもしれない、はい、かもしれないですね、本当に方が多いんですね。ピアスさんとはちょっと違いますよね。そうですね、うん、これはもう、そうですねじゃないよ。いや自分でも今日はあの全員が私より年下だけど私より頭がいいと思ってちゃんと来てますから私、まあ、そうですよね、さっき言ってましたもんね、はい、ちゃんと自分のこと分かってるんで、うん、まあそこはでも否定はできない、ね、そこはやっぱり今野さんの違うところですね、自分を分かってるかどうか。あ、今野さんはね見えてないんで自分が。言っていいことと悪いことないですよ。やはり今日縦気味に行きますね、渡辺さんの手配も。
なかなか進みません。進まないね。はい。すでに仕掛け売れてるのは中村さんです。チートイズのイーチなんて難しいですよね、うん。難しいですね。これはパーマンポンしてるからトイトイに向かうのかな。で、運送を引いた時とかどうするんですかね。見てみたいですよね。うん、それでまあ打点派なのか、うん、上がり優先なのかちょっとね、分かるんで。ピンズアバにはちょっと安いが、受けを残さない。うん、今回ね、赤も入ってるのちょっと悩んでましたね。そうか、赤もこれ、ね、そうなんですよ。ちょっと広くなって、受けはだいぶ広くなりました、ね。お、ここもいいシャンテン、はい、ドラ1のいいシャンテンになりましたな。パーピン残したいけど切り出すのがなかなか難しい牌なんだな。うん、やっぱりこういう時ってすごく難しいのは、横への選択肢もやっぱり残したいんですよね。でなおかつ、 その転牌した時のその切り出す牌の安全度っていうのも気にするってなると、うんうん、やっぱりまあどうしても景色が良さそうに見えたとしてもなかなか残しづらいっていうのはあるのかもしれないですね。ローソーはだから一番切りづらい牌にはなってきますよね。そうですね。メンテもみんな、あ、嘘行きましたよ。これでいいシャンテン、まあ、例えばいろいろ選択ありますよね。トーンを切りましたね。トンペどっちも役効いてますよね。枚数ですか、この順目においては景色転牌の方が早いと。そうですね、まあ、上がれればトンが1枚切れっていうのもあるので上がれればいいけれども、なるほどね、最低限転牌は、ここで手出しトン並べてくる周りの選手どう思ってますかね。これはカンパーピンの転牌ですよ。2枚切れなんですね。いきますか。あ、いった。リーチを選択、渡辺さん。ピンズがいいと思ってるんだろうな。ですね。そうですね。かなり。パーピンは山に1枚。川を見ると。現状自分ドラさんですもんね。ドラドラ赤で。うん。親のリーチが入った一発目です。うわ。これでミャンペイコのいいシャンテになりましたよ。どうですか、ペイとキューピン。ウーマンが現物か。ウーマンそのまま切るかな。ローソンも現物ですが。ロースを切りましたね。今チートイツの形で決めました。リーチが入った時のもう瞬間受けに回るこのしっかりしてる感じがすごいですね。そうですね、すぐ降りる、早いですよね、選択が早いんで。やっぱなんて言うんですか、現代風というんですか、これが。そうですね、押し引きの線引きがすごいしっかりしてる感じがしますね。お、天敗ですが、何も押さないと中継ぎなんですけどね、ローピン。はい、なんかまだ3局目ですけど渡辺さんの独壇場みたいになってきてますね。ここにパーピンが来ました。これでなくなりましたね。はい、山には3局連続上がりはなくなったと。ですが親がね落ちませんね。これ以上加点されるのも良くないですよね。いくら先は長いとはいえっていう部分ありますよね。後の選手にちょっと気まずい顔をして会うっていうことになりますもんね。また土下座する人が出てきた。そうですよね。土下座チームどこでしたっけ。あ、いや、チームレジェンドですよ。そう、チームレジェンド。土下座しないように土下座チームが、ね、土下座チーム、そう、大将のために打ってるみたいな。もう、あ、すごいハイパーだなこれ。何ですかこれは。イーシャンテンですかね。早くも親の手が落ちない。イーシャンテンですよね。今ダブルイーチャンスでしたもんね。さあ、そしてなんちゃの川村さん。川村さんも全然悪くないんだけど。いいんですよ、いいんだけど目が超えましたね先ほどので、すごいハイパイだったな今。さあ、石川さんもいいですよ、悪くないのに親が早いか。あ、中村さんは純ちゃん系ですかね。ちゃんた純ちゃん系、赤が来た。より豪華になりました。楽しいですねこれ。はい、ちゃんと切って4連携を残しましたね。はい、やっぱしっかりしてるな。やっぱね、これ次世代のね麻雀界を担うかもしれないです。将来年齢一度聞けばよかったですね。ね、マージャンプロを登録して帰ればいい。もうとても硬い職業かもしれないです。僕もね、ひなさんも知らないって言われたらね。そうですよ。まあ、あんま加入しづらいよね。どっこさんだけですよ、ね、知ってたの。本当だよ。もうまだまだですよ。帰った方がいいですかね今日。帰いや帰らないでください。私たちじゃもう足りないですもんね。知名度は足りない。ちなみにコメント、ね、見てる人たち、僕もひなさんも知ってますか。でこれで知らなかった時、私たちまだ残り時間長いのに。そう、ちょっとね、これ難しいですね。これどう受け、ね、打ちます。三層、そうですね、三層だ。まあ、完全に今狙ってる話で、知らんと知ってると、ありがとうございます。2票ゴブ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 コメントいただけるだけでもね。河野隆さん、あ、違いますね、ちょっと違います。
日向さんのこと知ってますって、ありがとうございます。日向の実況大好きだよって書いてある。これ高橋じゃないですね、直屋にしてください。そこはガチでへこみやってきますね。すごく安定した石安定になりましたね。もうスッチタニヤオではなくチーピン君、あ、チーソ切ってるんだ。あ、なるほど。そうですね、さっきチーソ切ってます。振り点を残さずですね。でも、ね、華やかですからね、すでにね。中村さんの捨て早も結構もう華やかになってきてる。これちゃんとの印象、順ちゃんには向けずちゃんと、あ、ドラドラか。今が2枚切れなんですね。シャアがね、ドラですから。これで天敗。これ追い抜かれるんですね。ペンチーピン、ね、チーピンここに2枚。お、今度はスッチーソも残した。あ、今の打ち方でチーピン出なくなりましたね。ね、しっかりしてる。これ天敗ですよ。赤ウピン切ると天敗でしたが、まあちょっと打点でいいの見合ってないんで、さすがに。さあ石川さん、いいシャンテン。4連携を残さなかったですね。9万が流れて仕掛けられてるからですね。そうですね。今日コメントもどんどん拾えるように頑張っていきますので、皆様ね、どんどんコメントしてください。僕たちに質問等も全部ね、答えられるように頑張りますので。誰ですかとか来たらショックですけどね。それもうやめようよ、それ来るよ。それ来るじゃない、それは。さあ、ローソン、はい、仕掛けてピンズ待ちになりましたね。渡辺さん、サブローピンです。5800の転売ですね。うーん、コンパクトにまとまりましたけどね。あ、ここでりょうくんいった、りょうくんいったもう友達みたいになったね、石川さんのね。さあ、石川亮選手、ゴルフ好きでしたっけ。いや、ゴルフはあの見てます。僕はスポーツ全般見てるんで。さあ、スチーピンペー、あ、一発で使いましたが、河村さんしっかりやめましたね。まあでもまだ使える形ですか。そうですね、うん、ほら、誰ですかって来ちゃったじゃないのよ。嬉しいですね。嬉しい、今日覚えて、かまってくれて、今日覚えて帰っていただければもう幸せですから。これはまだ残ってますか。スーピンがない。チーピンは、チーピンが2枚使われてますね。あ、チーピンが3枚使われてます。はい、あと1枚だ。ペーが、ペーも1枚ありますね。あ、ここ、ここ丁寧に対応。神田さん掴みすぎですね、ちょっときますね。今質問で、ね、ダブロンありという質問がありますが、はい、ダブロンなんですが、さあ、ただいまルールを確認しております。ダブロンはありますね。ダブロンありです、うん、親犬は、親犬粒は神茶が、神茶通りとなってます。ダブロンありですね。チーピンだからダブロンになりますね。はい、覚えておけよ。すいません、以後注意します、頑張ります。ただまあ、チーピンが渡辺さんの手から出ることはないさそうですね。そうですね。さあ、まだ残っているのはチーピン1枚だけですね。はい、渡辺さんがチーピンがまだまだ、いや、4枚いますよね。はい、親がさらに連チャンしますかね。あ、9万返した。おお、かかん。あー、これで、あー、チーピン、チーピン死んだら大変なことになりましたね。ただ間違い1枚減りましたね、その分。一気に高くなった。ローマは中筋で打ちやすい。はい、あ、小西さん、神田さん、本当に使います。無限に使いますね。でもちゃんと吸収してますね。吸収してますね。はい。引けない。引けませんね。ワンズ。ちょっと切りづらい。リーチには切りづらい。が押せるかどうかですね。ウーマン、まあこの順目で意味ないですけど。まあでもだいぶね、スタートからリードもしてますからね。8000ぐらいなら打ってもそんなに。ここがね、この対処が怖いんで。あ、そうですね、対処が怖いんで。そかそか、お前押した、ここがね、あ、でも丁寧、対処って言われてる、褒められますね、多分ね、これね。あそこはよく押したと、うん、よく押したと、あれ俺じゃダメだと。はい、あ、ここに来た。うー、先にいたのは3ピン。タイヤを赤赤ドラドラ。12000は12300点。中村さんが渡辺さんへ報酬となりました。スパルタ教育は強いんですね。12600じゃないかな、日本馬だったかな。失礼しました、日本馬でした。12600点です。いや、強い、本当に強いね。やっぱり大使が怖いとこうなるのか。まあね、自分の仲間昨日泣かされたりしてますからね。そうですね、思い入れが違うんですかね、こういう時の。泣かされるのだけは嫌だと。
ちなみに渡辺さんのジャンプ書いてありましたけど、面前7割って書いてありますけど、今のところほぼないって。面前とは何か、面前とは何か、ね、泣きが8割ぐらいですか、うん、あ 今のところ、いや10割です、泣き10割ということは、ここからだけ相当泣かないのかもしれないですね。あ、1回リーチありましたね、1回リーチあったんで、はい、泣きが 66% です、ね、そうですね、今ね、さすが早いですね、よく言われます、ね、パーセンテージ出すの。よく言われます、面白い日本語で返してきましたね。さあ、ドラガチーマン、誰かがこの親を止めなければいけません。対象戦以外は全て60分の時間打ち切りがあります。さあ、ここで例えばもうこういう局面って結構難しいんですけど、はい、そのかなりのリードを奪われてるけれども、どこかで裁きに行かないと終わらない局面っていうのもあるので、石川さんがチュンが仕掛けましたよ。やっぱりこう裁きに行くってことですよね、こういう仕掛けも、ね、もうこれ以上加点をさせないっていう、ここはね、いつものマージョンとはちょっと違うかなっていうところですかね。あの、結構差がついてても次もあるので、このまま持ち越しなんで、そうですね、このハンチャンだけじゃないと考えたら騒ぎに行く価値は結構あるんで、もうこの前をやらせないでリードを取らせないのは、はい、いつもよりも泣きやすいかなっていうふうに僕は思いますね。傷を広げないことでの自分へのリスクっていうのがいつもより少ないですから、ね、うん、そうですよね。またどのチームも最後にこう自分たち自慢の選手といいますか、一番ジャン力ありますっていう選手来てますから、ちょっと安心してね、後に結局バトン回しやすいですよね。そうですね、そうですね、うん、気持ち的にも楽だと思いますし、はい、ただまあね、沼アジアさんはい、まあ、ちょっともう8万点ぐらい差がありますから、トンの2局ですか、まだ苦しいですね、ちょっと苦しいスタートになっちゃったかなと思うんで、まあでもね、気にしすぎてもダメなんで、やっぱり展望は自分の麻雀を貫いて、あの、上がれるときは上がった方がいいですね。いいこと言いますね。いやいや、それはもういつもできてないことをね、みんなに言ってるんですよ。ああ、なるほど、わ、うん、かります。分かっているけど結構難しいですよね。そう、難しいんですよ。お、いいロス引きましたね。はい、石川さんも仕掛けてね、まあ、形はちょっとあまり良くないんですが、さばきに行く意思が結構ありますよね。そういう曲も終わらせたいと。中村さん、いいシャンテン、中村さんの高いも結構面白いですね。仕掛けた関数層待ちですね、うん、またダブトン中、ダブトン中ってまた高いですね。これで3色同行のいいシャンテンには取らなかったですね。現代に3色同行はないんですよ。ほら、大好きな手役の、あ、そうなんですか、はい、3色同行が好きって結構、うん、レアケースな気が、結構で出せるってことですか、それ。あんまりやったことないです。薬杯と三色同行のバッグとか好きですね。どっちかでやられるみたいなとか。ああ、好きそう、そういうのは好きそう。なんかそれおしゃれですね、うん、おしゃれなのそれ。薬杯で上がると三色で、三色同行二六みたいな。どちらも打点的には、打点はないっていう。これでこれね、チーワンかね、ドラで全順ちょっと考えたんですよね、リャンピン打つときに。意外にこれ僕取らずあると思うんですよね、パーマンキューマン、パーマン取ってますもんね、親に。キューワンから行くとね、タンヤオもつきます。ドラのチーワン、お、ドラのチーワンってリーチ打った。さあ、赤ウーワン短期、お、これでも結構度胸いりますからね。うん、さあ、でもウーワンなかなかいいんじゃないですか。ウーワンまだ2枚いますか。すごいですね、この順目で2枚まだいる短期選択。さあ、テンパイどうしましょう。ウッパーソーパーピンのテンパイですね。追いかけますか。ローソン現物だった。おー、リーチ一発目いかなかった ね、いきませんでした。いや、ほら、いわゆるほら間4件なんじゃないですか、3万は。これで、お、しっかりしっかり回りましたね。ウーワン止めましたよ、本当に。ダブトン赤ですよ。で、14万6600点持ってて、持ってて王様ですよ、言ったら王様ですよね。あの、少しこう証拠も見てってことですか。あ、それもあるかもしれないですけど、ね、いや、でもすごい的確ですね。あ、本物いった、スッチーソーパーピン、そうですね、はい。さあ、2件リーチになった。ああ、自分残り1枚、論争が全部見えたんだね。で、スッチーさんもちょっとよく見えたんだですね。そしてそれはどうです、数層がない、チーソーは1枚、パーピンは1枚、パーピンが1枚、2枚ですね。いや、よく降りたな。いや、でもすごいですね。いすごいな、1枚は押してもいいかなっていうのはありますよね。あります。ちなみにどこさん切ります、あの馬。僕は押しづらいですね、そのチーマンの証拠があるので。
マンズが絡んでる街っていうのは結構可能性としては高いので、でもドラギリーチですよ。ドラギリーチドラゲないみたいな、ね、あ、それでテンポ組み直しましたよ。いやでもすごいですね。カンローマン山に3枚じゃないかな。えドラヒョウに1枚見えてるだけじゃないかな、このカンローマン全部山ですね。いや天才ですね。中筋ですもんね、このスーピンも。あーでもリャンピン4枚切れてますし、チーピン通ってる。このスーピンもしやすいかな。そうですね、リャンピンも見えてる分いくか。自分が仕掛けてるタツもしごろのピンズのタツなので、うわーすごい、わすごいな本当に。これ私よりも全然強いかもしれないです。いやいや最高の2番ですから、まあ、いやいやもう、ね、私雑魚かもしれないです。なんでちっちゃいやつ入れたの。あーこれは当たり。でもドラも切れない。これはいかないかもしれないですね。いやすごい、いや素晴らしいバランスが、バランス感覚いいですね本当に。ねえバランス感覚がすごくいい。いやーこれは先方戦から見せますね。いや見せますね。結構こういうその展望をかなり持っている状況だとラフに寄せてしまいがちな人も多いと思うんですけど、はい、うん、そこのラインがすごい明確に引きたいですね。線引きがねすごいですよね、うん、やっぱ大将かな、大将怖いからかな。やっぱスパルタっていいんですかね。プレッシャーって大事なんだね。さあ流局いたしました。川村さん、中村さんの二人天敗、渡辺さんの親はね、流れましたけれども、渡辺さんお見事だ。見応えありましたね。はい、見応えありましたね。さあ、渡辺さんは、名所大学。そう、後ろ結構ざわついてるってあれですけど、はい、ね、あの、向こう側の、でもすごい、おおっていう声を聞こえましたもんね。甲子園におけるアルプススタンドみたいなもんですから。そうですよね。ちなみに、ドッポさんとか、はい、まあ、日向さんもそうですけど、はい、団体戦ってやったことありますか？麻雀においてじゃなくても。他のチームと組んでっていうスタイルはあるんですけれども、 でもこのやっぱり10万点を引き継ぐスタイルはまだ未経験なので、やっぱりこう練習もしてきたし、こうチームで何でしょう、話し合いも何度もしてきたんでしょうね、うんうん、その成果がまた出てる気がしますね。いやね、出てる。それもって、まあ、押せない早い押せないよって言われてるんだろうなって思いますもんね。分かってんだろうな押したらって、うん、ね、怖い。いや、いいかな、なドンプさんとまた怖い。多分僕よりひなさんの方が怖いです。いやいやいや、そんな怖くないですよ。ドラガリアンゾーです。自然な流れでしたね。はい、予想がね膨れました。石川さん、まあ言うてもね、1人はね、まあまず親を落とせたんで。渡辺さんは赤赤、いつも赤赤か赤ドラですね。ねえ、いますね毎回。さあどう打つか。ここは9番、川村さん手がいいんで、はい、まあ、ここはすんなりね親で上がりに行ける、まあ、あと強卓この2本をね、どう考えるんですよね。4本までね。あ、いいとこが入りました。カンリャンゾドラだ。これはもういやペイ、普通はペイですよ、普通はペイなんですけど、はい、多分安全牌のね考慮も考えて567は見ずに一番安全そうな牌を残しましたね。はい、まあ、安全度とあとタイヤ上の渡りも考えてるのかもしれないですね。ああ、なるほど。何泣くとかもあるかな、これ数層は、まあ、チーはするんじゃないですか。まず数層チー、おお、ね、7割免税派ですけど。さあここで川村さんが仕掛けた、これが残りの3割、これが残りの3割です。イーシャンテンです。ちなみに今ね、渡辺さんもイーシャンテンになってますね。次映りますけど、そうです、ね、赤馬残さずイーシャンテン、ね、イーシャンテンっていう感じで残しましたね今ね。まああの赤馬が先に出てくる時点でリャンシャンテンかシャンテンなのは、まあ、それかテンパイか、もうみんなが目に見えてますもんね。それを考えて神村さんも泣いたかもしれないですね。そうですね、もう間に合わないっていうのはあるのかもしれないですね。テンパイだ、どうする。おー、リーチ行かない。手にかめました。甘露草。お、これで天杯換算ぞ。二人天杯が入っている。お、甘露草でも順からなんだ。な、ここでリーチ行かないのも見えてるんですかね。うん、想像はやっぱ良くない。まあ、場にもね、想像実際あんま切れてないんで良くないのは分かってると思うんですが。これシャンパンにも受けられますが、ドラなんでね。はい。換算ぞにしましたね。変えず。三層はまだ3枚、三層山に3枚いますね。ですね、もうこれでチートツのイーシャンテンになった。ローピン切って中村さんはね、なんとか加点したいですよね。加点したい、まずは上がりたい。
まあ、なんなら今まだ渡辺さん以外上がってない。そうですね。お、ただドラを出すかシャンテン、マックスに行くのはドラ切りですが、パーマン、これ受けのパーマンだ、一歩交代。俺らに結構テンパが入ってると思ってると、みんな場が結構見えてるな。いやすごいですね、うん、リャンゾンが当たるとすると高いんですよね、やっぱり。そう、リャンゾンはね、当たるとまず 5% からですからね。そうですね、赤ドラで。でも皆さん麻雀始めてまだ本当に、いやね、あの少ないですね。長い選手が7年、中村さんですね。中村さんも川村さんも7年ですね。川村さんも7年。いやでも渡辺さん4年なんですね。ちょっと待って、あの大学生ですよね。7年って結構早いところから麻雀というゲームに知り合ったな。ね、ご家族か、まあ、ね、そうでしょうね、何かでやられてたんですかね。 あ、これ3層、あ、3層で出た、親の川村さん、明かりを決めました。タンヤオドラ1、タンヤオドラドラですね。あ、失礼しました。5800点、赤ドラですね。はい、中村さんちょっときつくなったかな。5本場です。トン3曲、ドラがいい層。まあ、まずは川村さんがね、初めての上がりをね、この放送タグで決めて、はい、こういう展望状況になった時にあんまりこう失点をたくさんしてしまったから高い手を上がらないとっていうふうに思ってしまうと、そう思いますよね、逆に失点が加算でいったり してしまうので、まあ、できる限りフラットに考えてほしいですね、うん、それがいつもより考えなくていいルールっていう感じもしますよね。そうですね、うん、ちなみに僕も日向さんも思考の面前派、ね、面前派で生きてるんで、あ、一緒ですね、僕と。あ、奇遇ですね、奇遇ですね。ちょっともう会話が終わっちゃったよ。渡辺さんの手がまたいいんですよ。落ちない、落ちないですね、やっぱ日頃の行い、これですよ。あ、いいとこ入った。日頃の行いとかあるんですか。ちなみにありますね、やっぱり。あ、それはあるんですね。僕は対局の前はおばあさんがいたら席譲ります。あ、え、それ以外は譲らないんですか。譲らないですよ、傲慢ですね。疲れてますから。普段傲慢なんですね。疲れて、疲れてますからって、まだ若いのに。いやいやいや、おじさんですもんね、もう。僕たちもおじさんですもんね。どっちも失礼ですよね、私たちね。失礼とかないですからね。そうですよね。お、あ、川村さんも、いいシャンテンだ。うん、赤ウーピンが入った。あ、ここもいいシャンテンになった。お、スーツを切りましたね。タイヤへの移行を見てね、リャンマンは切らずに。はい。3万とか引くと結構面白いイーシャンテになりますよね。面白いイーシャンテになりますよね。イーマン切ってね。さあ、ソースが伸びた。これはどう打ってくるか。何でね、リーチ打つか考えますよね。まあ、何でもリーチ行ってほしいですよね。あ、どんな街でも形でもですか。リーチ行ってほしいですよ、やっぱり。打ってましたっけ、どんな街でもリーチ打たれてましたっけ。え、僕は、あの、冷静なの。なんで、面前手役なんであれですけど、やっぱ現代マージャンっていうね、やっぱリーチって結構怖いんで。このリーチをね、打った後のね、ワクワク、そう、ワクワク感も、その他の人たちのプレッシャーも与えるという意味では、親のリーチ、しかもね、チーム戦だとね、やっぱりどうしても考えることが多くなると思うんですよね。親番は結構あれですね、あ、ドラだ、分かりやすく攻撃をした方が一人旅になりやすいですよね。そう、それはありますよね。さあ、カウウンが入った。中村さんも悪くない、ドラも使い切れる。これ結構難しいですね。うん、でもね、そうですね。ペンチーピン、ま、チーマンもチーピンも1万も切れてないんですね。なんだ、キューピンもキューマンも切れてない。お、テンパイ、これドラ関係リーチ行くんじゃないですか。あ、行きました。行った。親の川村さんからリーチ。ドラは場に1枚見えてる。手配に1枚、2枚使われてますね。なんで1枚です、ね、残り1枚。まだいるんですね、ドラ。ここを押し返せるか、みんな。さあ、どうでしょうか。親のリーチですからね、結構対応型と言いますか。あ、ここにドラが来た。山にはもう残っていません。りょうくん頑張れ、りょうくんいい手入ってるぞ。完全にりょうくん推しになってます。いや、名前的にもね。あー、これでお、しっかりでもやめるんだな。あ、筋ですね。中途半端に押すのが一番良くないですよね。そうですよね、それはわかります。麻雀プロなのでそれはね、あの、よく分かってます。中途半端にそう押すのはね、よくない。本当にね、ポイントが減るだけ。本当にものすごい重みがありますね、今の。そう、中途半端はよくないですよ、皆様。気をつけます。お、天杯最高、これで行こう。さあ、りょうくん最高、石川さん追いかけリーチ。五大悟の歌みたいになってました。2枚いますね、パッソ。はい、1枚ずついます。
あ、一発で掴んだのは川村さん。リーチ一発、ピンフ赤。メンピン一発赤ですね。8000点は9500点ですね。5本歯9500点とありました。川村さんが石川さんへ8000点補充。まだ1年半ですかね。すごいなと思うのは、さっきまで受けはすごくしっかりしてたんだけど、その今の局面は親のリーチに対してしっかり押していけるっていう、そこの戦略1年半でできるっていうのはすごいですね。覚えて1年半の時あんなことできました？僕覚えて1年半の時折り方知らなかったですもん、うん、もうただ前置というか、そうですね、押して押してってなるか、まあ、すぐ守っちゃうかのね、偏りが出そうですけど、バランスいいですね。素晴らしいですね。スカウトして帰った方がいいと思いますよ。最高位戦にですか、ね、いやでも最高位戦かどうかも分からないと思いますしね、僕たちのことはね。結構根に持ってますね。言われたこと、おこれで本一に行きますね。はい、川村さん初頑固。中村さんいいですね、ハイパイ。中村さんよかったですね。いや、まず上がりたい。ついにターンが来ますかね。お、石川さん10万点復帰してますね。はい、10万点復帰してますねって言ったことないわ。10万点、そうですね。今日以外であんま使うことないワードですから、いっぱい言いましょう、そういうのは。10万っていう数字使わないで。あ、ペーが統一。やってみたいのは、小林さん、ペーチャーだ。これも役になる。これで、三尺も見てるんですよね。ペーは2枚切れなんですね。あ、もうすでにないですね。あ、今切れちゃったんだね。お、これでいいシャンテになった。ね、スムーズに進んでいる。今のもね、結構難しいダメージだったんですよね。スーピンでもチーピンでもローマンでもいいみたいな。何を重視するかによって選ぶ牌が変わってきますからね。そうですよね。あ、これで789は残すんで、まあローピンかな。赤ウーピン入ってますよ。これ現代と昭和の違いが出るかもしれない。お、なるほど。お、9ピン、これ現代ですか。おそらくロスが一番少ない牌なんですよね。全部に対応できると、はい、おー、なるほど。で3色にしても例えば、まあ、6、7、8も見えないことはないじゃないですか。そうですね、ですね、まだまだ、ね、確定もしていないのでって考えると瞬間のロスが一番少ないだ、柔軟ですね、うん、確かにそう考えると一番年上の方に現代を教えてもらうっていうね。ちょっと思考が古いですからね、私たち、ね、うん、確かに、うん、お、これでイーシャンテン、ペイをジャントンに使えるイーシャンテンになった。面前で面本チーテンは取るんですかね。どうですかね。取りそうですよね。あ、泣きましたね。うん、これでリャンワン、またのリャンマンで5200あります。あ、ドロー。ドロー。またやる気出る。今スーピンから行こうとしてる。今ちょっとね。まあでも赤もありますし。パーピン切りましたね。はい、3ピンもチーピンも1枚ずつ切られていますが。さあ、川村さんがすでにリャンウーワンのテンパを入れている。このウーワンが当たりですね。いや、渡辺さんから出ないでしょうね。出ませんね。まあどうですか、もうワンズはもう本線だいぶ切りづらい。でも自敗の後に達選択が1個入ってて、しかもドラタツなんだね。ねえ、ちょっと違和感ありますよね。カヌーピンリーチ言った。さあ、親の石川さんリーチ2、4って切った時のチーピンの警戒度と8、2って切った時のウーピンの警戒度でいうと、はい、この切り順の方が中絞りの可能性が低いんですよね。あ、なるほど。なんでカヌーピンは若干上がりやすくなると、ちょっとボケてると思いますね。あ、なるほど。2、4って切り出してカンチーピンに受けるのが、はい、さあ、そんなウーピンはまだ山に3枚、3枚いますかね。どんどん場にピンズが、お、見えてきたが、ここで1300カマさん積もりましたね。リャンマンかなり薄かったんですけどね。本一初です。1300、2600点。あ、でも安め積もったか。積もれば変わんないですよ。いやいやいや、赤馬ありますから。あ、なるほど、うん、リャンマン今なかったんで、もう赤馬と馬が2枚で、赤馬と2分1の安め、すごい、唯一の高めがまだ いましたもんね。そんなに強欲でしたっけ普段。いや、強欲でしょうよ、ここはもう。今回ね、赤が入ったルールですから、ちょっとやっぱり願っちゃいますよね。お、渡辺さんか。すごいっすね、今日渡辺さんのことをハイパイいい人みたいなイメージがすごいついてる。来る前に人命作ってきたとかあるかもしれないですね。あ、やっぱ席も譲るし、ね、人も救うし。トラックに轢かれそうになった子供を救ってからここに来るっていう。そんな漫画みたいなことします。これはもう麻雀プロで言ったらね、渡辺さんは石橋プロみたいなもんですね。お、それはどういったところから。だけ橋って言われてるんで、いつもだけ橋って言われてるんで、ハイパイだけね。ああ
って思ってるんですか。僕はもうあの師匠なんで、師匠なんで、もういないところでいきなり石橋さんいろいろ言われても。石橋さんは知ってるかな、みんな。だけ橋、うん、知ってる人たちの名前出してこう。結構本当根に持ってますね。いや悲しいもんですよやっぱり。いやでも来年ここでまた会えたらね、第4代最高位の憧れです。来年は無理だ。河野さんすごいですって言ってくれる。緊張しちゃうな。ちょっと河野さんチャーハンの作り方教えてください。それちょっと違うな。マージャンプロじゃなくなっちゃうな。河野さん美味しいチャーハンはどうやって。いくらでも教えるよ。やっぱポイントはどこなんですか。そこ深掘るんだ。あ、いいとこが入った。中村さんペンチーピン、これ難しいですね。ドラがねウーピンですから、単純に3万が一番いいですけどね。これ9万が残った時にリーチ打ちやすくしたのかな。そうですね、うん、いや渡辺さんがどんどん手がね。ねえ、赤もあるし華やかだし高いし綺麗な手だし、もう言うことなし、言うことなしないですよね。褒めざる褒めないもんね。ねえ、確かにね、他の選手も黒いですよ、だって手合いが、ね、いつもね、うちら黒。おー、あら見て赤3つすごい。キラキラしてますね。これまた上がりきってね、ハネマンって言われた時、こう3人の選手のね、お顔が大丈夫かどうか。これが若さってやつですね。勢いがね。みんな若いでしょうよ、ここ。全員そうか。ここだけですよ、年取ってるの。私たちだけです。ここだけ。お、お。あ、ノータブルスーピン切った。ワンピンもありますが。まあ、これは、一番受け入れ広いですよね。ね、だ最終形の強さで言うと、他のターツを払った方が若干良くなる可能性がありますけど。はい。あ、でもこれでね、うまくいった。怖いな、これドラターツ外ってるように見えますもんね。うん、見える。あ、一発で掴んじゃった、りょうくん。でも出ない。あ、ついてる。いや、丁寧です。ついてるよ。これ渡辺さん結構押すんじゃん。お、テンパイ。あ、ハンドピンのリーチ。はい。2件リーチになったから渡辺さん、これは知ったこっちゃないって言ってほしい。俺が王様だと。そうですね。そう、ここは俺が王様だと。さすがに、でも親のリーチがね、追いかけてきてますから、どうですかね、最後まで前に進めるんでしょうか。もう難一局ですよ。3万。いい射程キープですね。転敗したらパーピンぐらいは押すぞと。じゃないでしょうかね。おお、これで。Q1 が先でしたね。リーチピンフライチ。はい、3900点。中村さん、苦しいな。ですね。天砲だったらマウス投げてますね、そろそろね。ラスはね、やっぱまずいですもんね。親も落ちちゃったし。あ、結構そういうところ出るんですか。普段もマウス投げたりするんですか。僕はちゃんと座布団敷いてからマウス投げます。うん、ちゃんとツイッターでね、言ってますもんね。公共の場でね、言ってますね。そうですね。座布団敷いてから。言っちゃいけないことみたいな。さあ、そして何2曲。親は渡辺さん、ドラはいいそうです。河村さん、白が統一。形悪くないです。まあ、ここからですよね。この何2局において、まあ先鋒戦ということもあり、まあどう考えていくかちょっと見てみたいですね。そうですね。このね、まあ今現状トップ A のチームレジェンドの親番をかわすのか、ちょっと高くかぶせに行くのか、かぶせに行くのか、2着目ですかね。どっちもありですよね。ここはね、先鋒戦はやっぱどっちでもありだと思う。さあ、石川さんが、まあ本一も見えるが、イーソーがドラなのでね。いや、これはもうメインホンチートですね。メインホンチートになっていくでしょう。ドラありますけどね。師匠っぽいですね、ちょっと。いや、まあ、りょうくんはもう僕のね、あれですから。弟か何かですか。僕のこと知らないので。申し訳ない、なんか。切ない。切ない、うん、温かく見守ってる親戚のおじさんみたいな。そう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 。その、もう親戚のおじさんみたいなもんですよね。そうですね。初チューン残してるってことは、まあ重なったら本日の、あ、いいとこ入った。これでまあチートイの名本にはなりませんね。これはなんないですね。これは、まあこれはあの状況に応じて変わっていくんで、やっぱり。これ河野さんだったら役配は泣くんですか、ちなみに。え、真面目に答えた方がいいですか。真面目に答えると1枚目は泣かないですね。まだちょっと形、あ、まあこうなったら、こうなったら泣きますね。泣いて赤ウーピンは使い切ると。なんでチーピン先に切るってことですか。チーピン先に切りますね。いいシャンテンですね、これで。TPMA も安全牌なんで。なるほど。チップインから先に僕は切りますね。やっぱもうここまでいったら、まあ2000点よりも残球かな。あるいはもうちょっとどんどん上に上げていくように、まあ1枚目から泣いてもいいんだけどな。感ができるし、そしたら。そうですね。うんうん、あの、今ファーピン切りましたね。ってことは、ここはちょっとでも大きくかぶせに行くっていう考えかもしれないですね、石川さんは。赤は使いたい。
お、天杯。これでサブロスの天杯ですね。神村さんはこの曲をさばきに行くってイメージだったんだな。これでどうやってもウーピンが使い切れる一段手になります、ね。うん、よし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 。ムツゴロさん。さあ渡辺さん。親なんだ、親ドラドラ。これ難しいですね。ね、華やかになりましたけど。ドラしかないですね。まあピンズ嫌っていくのかな。そうするとポンだ。ポンだ。ポンだな。でリャンワンと、ね、はい、石川さん天杯。サブロッソーとリャンワン、まあ、リャンワンは4枚、サブロッソーも4枚。4対 4, 4対4、同点ですね。ねえ、そこに誰かね、追いかけて飛び込んでくるかどうか。まあでも、おかかんだ、ほら高くなったよ。乗らない、スーピン、惜しい、あ、まあ、臨車、惜しい名前、惜しい名前、出ちゃう、出ちゃう、うちの小林号出ちゃううちのじゃない、惜しい、うちのじゃない、ちょっとなんか簡単じゃない、どこでもない、私近しくないですもんね。申し訳ない、ティソキって、まあここ押しますよね、ユーモテンパイですし、ここはもう割とお互いに押し合うじゃないですか、ね、ここに老僧、まあこうトンはまだ1枚あるんだ、これトン泣けるとガフェン渡辺さん前出たくなりますね。いやでもどうですかね、渡辺さんこれでトンを泣いてもいいシャンテンですよ、まだ取りますかこれは。いやさすがに安全帯の間はおそらくこれが通常1ゲームで終わるものであれば行かなくていいと思うんですけど、そうですよね、もうダントストップですもんね。ここから続いていくって考えると泣くのも悪いんじゃないかなとは思いますね。おっぱま、あ、切りづらいんだ、どうするか、行きました、ね、行った現実でリアルマンですか、あ、これトーン、あ、仕掛けた、行きましたね、前に出ていく、俺が王様だと、イシャンテン、ここもう俺が王様だと。でもまた決めたらまた大物手ですからね。大物手ですよ。これイーソーだって止まんないもんね。止まんないですね。うん、ドラのイーソーポン、まあイーソーなかったからよかったけども。さあ決着はつくか。でこれウーソーもいないんですね。ウーソーもいない。ローソーは出ちゃった。あ、詰まった。リャマンが先でしたね。これで1300-1600ですね。さあこれどんどん厳しくなるのは。中村じゃん。ねえ、沼じゃんの中村さんはこれ普段のちょっとしたトップ目ぐらいな展望になってしまいましたよ、ね、結構普段だったらトップ目でしょうよ5万4000点あったらでも普段結構見る数字になってきてしまいました。でもね、中村さんのね、さっき見てたんですよね、はい、影響を受けた戦術書はブラコン、はい、ブラコン女子大生の最短で強くなる麻雀、どこで見つけたんですよね、西園寺康子さんという方ですね。ブラコン女子大生ってそんなに出会うことないのに、この人テコの方が書いた本ですね。あ、そうなんですか、本当にブラコンなんですかっていう設定があるんですトップさん、はい、危ないです ね、 ちょっとね、いや危ないっていうか、アウトでしょ今の言い方西園寺康子さんっていうブラコンの女子高生の方が書いている本っていう設定です。内容は読まれたことあります？内容は、まあ、僕持ってはいるんですけど、はい、持ってはいるけれども持ってはいるんですけど、ちょっとね、ちょいちょいちょっとなんか、うん、ちょっと ね、 ね、 よくない一言出てきて、うん、言いづらいみたいな、嘘はつけないです嘘あ、信用できますね。あ、今展望の、あ、展望の従事にちょっと間違いがあったみたいですね、うん、バックをしてなかったのかな。いや、1603200の支払いがあっちゃったみたいです。あ、なるほど。あ、少し強くなったのが1603に行って大きくなってしまった、失礼しました。はい、この方もね、今1603に払ってなかったって、すごいありがとうございます、見ていただいてて、こうすぐにね、近くにスタッフがいるので気づいて判断していただきましたね。画面見てるはずの僕らさんに誰も気づいてなかったですね、はい、ブラコン女子大生が気になりすぎて、もう完全にブラコンの話題に気を取られて失礼いたしました。さあ、そして南三局ドラは白です。もうすでに今いいシャンテンでした、神村さんですか、いや石川さん、あ、リャンシャンテンですね、石川さんもあるリャンシャンテンですね、あ、失礼しました。ようやくなんか、お、いいの引きましたね、親の神村さんがもうリャンシャンテン、うん、だいたい全部合計になってるんで、中村さんには一回上がっていただきたい、マスクしてますからね、まあ、いつマスクを外して本気を出すのかっていう、いや、あれが本気なんだと思うんですけどね、マスクつけてるのが。でもまだね、あの時上さんのクソ泣きがなかなか出てないんで、そう、もうなんなら出てないまでありますよね、そうです、むしろ面前派ですよね、うん、結構こう手配とね、周りの速度に押され気味ですよね。
いやそう本当そうですよね。親ではしっかり追いかけていったんですけれども、うん、先に掴んでしまいましたし、まあ、卓上にいないとやっぱりその場で受けているプレッシャーってなかなかわからないですからね、うん、それは間違いなくそうですね、うん、もうドッポさんとの卓下もう怖くてプレッシャーがもういつもビノビ打ってますけどねやりづらくてもう普段から仲いいんですか？そうでもないです。仲悪いです。いやいや結構仲いいです。仲良くやらせていただいてますね本当に。すごいですね。噛み合わない解説が。いやいやいや噛み合ってるんでしょう。噛み合ってしかないですよね。ねえ。あドラのハック切りましたね中村さん。ねえこれさらっと切りましたけど渡辺さんが合わせていった。中村さん上がりに行くんだという意思ですよ。こういうのって早い段階できるか永遠に切らないかのどっちかになってしまうんで。そうですよね。そうなるパターンが多いですよね。であれば自分が上がりたくて他が後継なんであればある程度準備で見切ってしまった方がいい局面も結構多いですね。多いですよね、うん、あさあリーチ入った。はい椅子層待ち皮、ね、ものすごい濃いけどリーチのみとリーチ裏さんですね。あの大体ね椅子層場に3枚椅子層2枚椅子いや、まあ、4枚か皮濃いですね確かにあ4枚です皮すごい濃いけどリーのみっていうね椅子は2枚。結構年本に見ますね、このカードに見ると。数層はない。椅子はまだ2枚？椅子2枚あります。川村さんはこの親はまず勝負ですね。ある程度のびのび打てる先方戦において。親のリーチにね、歯向かうのってやっぱりちょっとこのルール苦しいんですか？そうですね。いや、でも行くでしょう、誰か。やっぱ行ってくれないと。監督みたいな こっち側の都合みたいなやっぱりね高校球児たるもの、まあ、甲子園ですからね。よくこれ見てよこれマージャン甲子園行きたくしようないでしょ。確かに入ったら行くんだからこれはもうなんか近所の具合悪いおじさんねえこういうおじさんいますよね。集まった青崎さっき水も浦さん。はい浦さん乗らずはい1000オールですねリズもはい1000オールです。でも親がね続くのはありがたいですよね。いやありがたい。ここからが本番ですからね。一本場。さあドラがローピンです。川村さんは徐々にね。あいいですよ。川村さんを手がいい。お追い詰めてるからこれいいな。これいいですね。ん現状はまだ？33,000点差。35,500点差ですね。ちゃんたか。ですね。10万点も。あ、お、面白いね。いい勝手だった。リーダブリーチャンスだった。取り戻すチャンスですね。やっぱコンソンと E 万から3万まで払っていくんですかね。うん、今の中野さんの手ですか。はい。はい、これも真面目に答えてもいいですか。可能だってこの局面だったらね、でもね、もう赤ドラあるんでね。ここはさすがにね、入ったらリーチ打ちたいですよね。あ、真面目なコメントありがとうございます。これね、3ピン入ったりしたら難しい。あ、9万嬉しい。お、あこれドラだ。これもうね思い切って外してもいいと思うぐらいですもん。まあでも一応両ピン先にこれドラさんですね。これでもポンテンを取った時にイースピンにはちょっと現状受けたくないですねこの前方状況。そう関数ピンに受けて8000は取りたい。8000はしたい、ね、じゃあそうしないウーピン切らない方がいいんですか。ポンテンの時はね、あ、まあ、リーチの時は両面で両面で、あこれでかなり広くなったぐんぐんと進んできました。ちゃんともうこれで両者の点だ。はい今日は行きました。泣いていくのかな石川さん。泣いていくのかなと渡辺さんもいいシャンテン。これ全員いいシャンテンになった。あなそうか石川さんだけまだいいシャンテンじゃないけどもこれはぶつかりそうだなこの曲。落ちていくのでいいシャンテン。これでいいシャンテンですね。ローピンドラですからね6が来てもまあまあいいよしと、ね、これ次があるからこそ中村さんはしっかりと加点をしたいですよね。そうですね。そうそうあの高すぎるとかもう高いの上がんなきゃじゃなくてこれが本当10万点持ちのね麻雀の醍醐味とも言っていいほど次につなげる上がりは結構大事なんで、まあ、まずは加点と少しでも一番のねこの子たちがよく分かってると思うんで。そうですよね、うん、やっぱもうこれでやってきてることも結構あると思うんで。うんあでも初泣かなかった1枚目思考の免税派ですね。でクソ泣きこれはクソ泣きじゃないですもんね。あそうかだからクソじゃないから泣けない、ね、クソじゃないから泣けないここはこれが三シャンテンとかだったら泣くのかもしれない、ね、泣くね、うん、これをクソにするには満足っていくのかなきっと。おテンポある。おお丁寧に闇天にしたリャンワン
これはリーチしないのは？はもう自分の店舗が十分にあるからっていうのと、はい、リアンはね結構ね、あーカウワン難しい、あーリーチだったかっていうパターンですよ。いやここね分かんない、いくつも赤で対象に怒られるか怒られないか分かんないところですね、はい、700、1300、1本歯、一本歯、あ一本歯みんな払ってないかな、はい、これで大丈夫ですね、800、1400と、そうですねこれで、まあでもさらっと場を流しに行ってうまく早くね、うん、積もって、ね、たまたまね赤が来ちゃったからあれなんだけど、はい、ピンフ積もになるところがねちゃんと赤が来るのがまた、まあ、その日頃の行いですよね。そう今のねリーチ結構あれでもあると思うんですよ、うん、普段だったらかな ほとんど闇店のいいと思うんですけど、リーチ打つぐらい先方戦、うん、ここが先方の麻雀の難しさだと思うんですけど、リーチ打って、うん、まあ今みたいに一発で積もったりすることもありますし、加点をするのは結構大事なんで、うん、どこかでやっぱり、うん、面白い振りかぶる局面が必要ですよね。そうそうそう必要なんで、先方戦オーラスです。親は石川さん、ドラが3ピン、もうオーラスか、まあ中村さん1回ぐらいは上がりたい。そうですね、うん、本当に展開がしんどいですよね、うん、結構しんどい展開になってるんで、これ7、8、9も見て、いやーこれはメンホンチートですか、やっぱり、うん、これはメンホンチートだな大好きですからね、メンホンチート、メンホンチート好き。あ、中村さんポンって言えばいいシャンテンですけどね、渡辺さんもいい、いいな本当に。お、川村さんもいいとこ入った。大概3巡目4巡目ぐらいにはいいシャンテン、リアンシャンテンぐらいになってます、なってますよね、渡辺さん、うん、あ、この急走引いて、まあ親の連チャンか、うん、もうこれつもりスワンコだね、え、スワンコ見たいですね、見たいですよね、これがスワンコに見えないから多分僕は大きくなれないんでしょうねちょっと心すさんでるかもしれないですね、うん、これもスワンコですよね、うん、ピュア度が足りないかもしれない。ほら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 、見えます、今見えます、見えます、僕は26に見えますね、これ26に見えちゃダメでしょうよ結構現実派なんですね、現実派ですね、多分強いんですよ、打敗が、いやいやいや打敗は、まあ、結構、ね、あ痛い、この EP は痛いですね、あ馬なくなっちゃった、うん、でも3ワンは3ワンまだありますもんね、僕3万出たら、まあ、3万馬出たら間違いなくポンしますね、これ。え、でも実際どうですか、あ、でもこの店舗中ではさすがに投げないですね、ドラ引きましたね、うん、残しましょう、あ、三蔵もね、でも結構残したい範囲ではあるんだな、三蔵結構良さそうに見えますもんね、あ、確かに川崎にはね、うん、で、今石川さん面付きってチート率に消えましたね、これでイーシャンテン、イーシャンテン、まあでも26以上にはなりそうですね、そうですねこれ4連携を残して優勝切るかな、うん、優勝切ってイーシャンテンは維持したまま、あ、サマー入った、リ、お、テンパイだ、これでリャンウピンのリーチですね、あ、これ結構渡辺さんとちょっと考えの違うかもしれないですね、この10万点でオーラスで、今自分現状2着目って言ったら2着目じゃないですか、次につなぎ、お、しかもこれリャンウピン行っちゃうんじゃないですか、おー、いかないですよ、これはもう丁寧ですね、天杯に甘えない、甘えない、いやー、しっかりして、渡辺さんすごいな、僕結構甘えますよ、天杯は、あれね、結構いいですよね、だってね、見られてても言い訳できますし、自分おいおい、言い訳考えながらやってるんですか、今でも8000、高め8000ですもんね、闇線で、ただまあ回り切れますか、いやー、しっかりしてんな、次につなげるためのリーチっぽいもんな、河村さん、これ、ただここで逆にここで終わらないからこそ意味のない失点をするリスクを背負うこともないですよね、渡辺さんも、ね、そうそうなんですよね、いやーチームによってね、いろいろ考え方も違うだろうし、いやーこれ見てて面白いな、これはやっぱりここで補充しちゃうとやっぱりリーダーが怖いですよね、そう、しかもね、これはレジェンドとか、さすがレジェンドって書いてありますもんね、そういう土下座ですからね、中野さんはイーシャンテン維持してるままだからな、なんとか言ってほしい、さあ現状リャンピンはリャンピンが2枚か、ウーピンもないんでリャンピンが2枚だけですね、まあいつもよりもかなり押しやすいんじゃないかな、石川さんはこの親番は、だから逆に馬も丘もないので、そうですよね、そういう意味では着順っていうのがあんまり影響しないですよね、うん、この瞬間だけなので、なので例えば石川さんもここでは無理をしないでこの展望のまま次に繋ごうとするっていうのも一つ考える方にはあるかもしれないですね。なるほど。お、パピッタ。スーピン。うん。
まあ石川さんでもチートス先輩3万打ちづらいな。イーシャンテンは維持しますか。今急速切ろうとしてるってことはイーシャンテン維持したまま、うん、急速切りましたね。あー、チートのワンチャンスだ。リスクは最小限にしつつ自分の都合がいい展開も目は詰まないっていう感じですね。そうですね。あ、今嘘でも切ろうとしたな。あ、でもしっかりやめましたね。対応しました。もう押さないか。でも例えば嘘重なったりしても押さないかな。これはもう撤退ですかね。行きづらいですね、なかなかね。あ、石川さんもやめましたね。これはいわゆるドッポさんが言ってるように順位点がないんでね、順位が関係ないんで、この局で終わりそうかな。そうですね、うん。さあ、でこれでリャンピももう1枚なくなったんで残り1枚だけ河村さんが加点できるかどうか。いや、しっかり、あ、お、これで追いつきましたね。これはどう受けますか。これ今までつらかった中村さん、ここで最後にこれ E 万が3枚切れで数万が1枚切れなんですよね。どうですか。3個もありますからね。3個見たいですね。いや難しい。でもね、どっちから行くんでしょう。さあ、3個見ちゃった。はい、つもり3個で行った。3個の方は順からですね。あ、今、まあ渡辺さんに来たら順から見たらもんですよ。いつもね、出ませんからね。カテナチョウですからね、うん、もうね。卓上のカテナチョウって言われてますからね。そうなんですか。あ、今日ね、うん、今日でも命名しましたから。うん、あとはリャンピンですか。うん、リャンピン1枚ありますね。うわ、これでもリャンピン最低が中村さん。中村さん、あ、大丈夫でした。あ、でもリャンピンもうないのか。リャンピン入って展開ですもんね。あ、そうですね。そっか、ですね、失礼しました。はい、まあ、でもいつまでも結局流れてなかったな、うん、中村さん、川村さんの2人転敗で先鋒戦終了となりました。さあ、先鋒戦では、あ、そう、京卓は、京卓は持ち越し、持ち越しなんですかね。瞬間トップですからね、次につながるんじゃないですか、このまま。あ、なるほど、はい、あ、なるほど、なるほど、そうですね。さあ、ですが、渡辺さんがね、素晴らしいですね。素晴らしかったですね。いや、素晴らしい麻雀で14万1700と見たことないですね、これ。そうですね、内容がいい14万1700でしたね。降りるところ結構手もめっちゃ入ってたんであれなんですけど、内容すごい良かったんで、降りる時降りて、はい、引きどころが素晴らしかったね。うん、素晴らしかった。特にあのね、ウーマン止めたところね、うん、いや、お見事でしたね。さあ、苦しいのは中村さんですね。ヌマージャンチームの中村さんが5万3100点ということで、展望だいぶ、まあ、約半分ぐらいですか、減ってしまったこの先鋒戦となりましたが、まあ、ただ、このルールのいいところで残りの3半チャンで8万点を稼ぐって考えると、やっぱり全然非現実的ではない。そうですね、考え方によっては非現実的ではないですね。そうですね、まあ、逆に考えればここで14万点稼いだとしても、じゃあこのリードを守りきるだけで、守りきろうとするだけで勝てるのかというと、はい、長丁場なのでそこまで簡単なものではないので、もう次の選手はもうすでにちょっとトップ目が、ね、抜けてると戦いにくいので、ね、うまくこうタイミングさえ合えばそこから取ってやるみたいな気持ちをすでに持った方がいいんですか。そうですね、あ、そうなんですね。いや、でもこの後ね、さらにどん、ね、強い注目の選手出てきますから、うん、今日なんか石川さんと仲良くなりそうですね。うん、石川、うん、亮君はもう完全に今ひいきしてましたね。解説しながら、もうなんか弟かなんか友達なんか親戚のおじちゃんなのか分かりませんけど。さあ、ではこの後さらに面白い戦い続くと思います、うん、はい、地方戦になるんですけれども、その前に対局準備がございます。皆様しばらくお待ちください。